チェスを知っている方が多くいらっしゃると思いますけれども、じゃあルールはと聞かれると、今すぐ自分と対戦しようと言ったらできるほどルールを知っていますか？これで知っている人っていうのはごく少数であって、で、この中で将棋を知っている人はと聞くと、少数なんですけれども、技などは詳しく知らなくてもルールを知っている人はチェスよりもなぜか多いんです。で、まあ似通ったものなのに将棋よりもルールが普及していない理由は何なのか。で、自分たちはこれに疑問を持ち調べてみました。 で、まあ調べる前にある程度の予想を立てておくべきかなと思いまして、予想を立てたところ、まあ単純に難しいゲームだとか思って、まあ他国のやつなんで用語が難しかったり、まあ覚えるのが面倒だったり、これもまた面倒くさかったりっていうことで。で、まあそういう予想を立てて、その後それをネットで調べたところ、 これがまた決定的な理由が発見できなくて、でまあそれがまた今度思ってたよりさらに普及してるっていう形になってしまっていて、まあそれでどうしようかなと思っていたところに、まあそれらしきものがこう発見できたということで、でまあ理由として地方に根付いているゲームがあるっていうことも立ててみたんですけれども、まあ 日本ならば将棋とか囲碁、ヨーロッパ方面ならチェス、まあこれ以外にも中国だとシャンチー、朝鮮だとチャンギっていう、まあそっち方面の将棋のゲームもあるんですが、まあその地域に根付いたゲームがあって、まあそれを古くからの人が伝えていくためになかなか入り込めない余地があるんではないかっていう、そういうことで。で、もう一つ題材にした作品というのがものすごく少なかったんですね。で、 まあほぼ作品の中でチェスを入れてくるっていうのは多くあったんですけれども、まあこのチェス自体を第二ドーンと出したものっていうのが全くなかったんです。でまあメディアミックスしていないと影響が出ていないっていうので、まあこれらが強く影響しているって考えたっていうところです。でまあまとめてみた結果、まあ要するに最後までまあ予想で突っ走ってしまって、まあこんな感じでなっちゃったんですけれども、 まあ自国の文化だけでなく他の国の文化にも目を向けて、まあその国の何かに気づいたり人生において役立つものが手に入るかもしれないので、まあ何が言いたいかというと、まあ最初の題名のみんなチェスやろうぜっていうのに戻るわけです。でまあ協力した感じでこんな感じになっています。原案が俺発表は俺という形で、 でまあネットで調べた感じでこんな感じになってます。はい。